趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。こちらダウンコートです。お求めになってからですね、もう10年ぐらい経っているというふうなことなんですが、いつもクリーニングには定期的に出してるらしいんですよ。で、今回このダウンコートも一度クリーニングに出してありまして、それでもですね、この胸のところ目立つシミがあって、それをが落ちてこなかったというふうなことでですね、再依頼、お店を変えての再依頼というふうなことでご依頼いただきました。で、よく見るとですね、この前身頃こんなふうに黒ずみがあったりするんですね。で、こちらフードもありまして、今ちょっと取り外してあるんですけど、フードの先にキツネのファーがついております。そして袖、こちらにもボタンあるんですけど、こちらにも同じ色のキツネのファーがつく、かなり印象がファーがつくと変わるコートだと思います。袖のところにも黒ずみがあったり、着用に伴う汚れがですね全体にあって、それもまあ一度その他店さんでですね落ちなかったというふうなことで、当店で綺麗にしたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ダウンコート仕上がりましたので状態を見ていきたいと思います。全体的にですね非常にいい感じに仕上がりました。ダウンのロフト戻ってますし、全体的な黒ずみ汚れもかなり綺麗になっております。綺麗で清潔な状態。そして一番お客様が気になっていたこちらのシミ、他店さんで落ちなかったシミも綺麗になっております。10年前ぐらいに買ったものっていうふうなことで お預かりしたんですけど、毛皮のこの狐のファーなんかもだいぶ変態色して緑っぽくなっちゃってはいるんですが、まだまだ着用なされるんじゃないかなと思います。いいメンテナンスができました。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。